名古屋港水族
Thank you.
顔取れた。
た来た。口が面白くない？でかいね。口が面白いよね。Thank you.
ベルーガ川野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15kg から20kg の餌を与えています。Thank you.
顔がついており、その方に少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名、白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし、生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。今後ぐらいの人がいる4.5 メートル、1.5 トン、メスは4メートル、1.5 トン。
スを食べていると言われています。当館ではベルーガに、ホッケ、イカナゴ、イシロ、キュウリンゴなど、1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。15kg から 20kg の餌を与えています。